お便りいただいてます。はい、全、はい、ネームおもちけんさんからですね。おもちけん、おもち犬かな。おもちけんかな。どちらか。はい。はい。えー、っと、初めまして。こんにちは。こんにちは。もう何ヶ月かしたら。三十九歳の震える独身女。うん、おもちけんと申します。<laughs> <laughs> もう何ヶ月かしたら。<laughs> うん。 震える独身女違うでしょ39歳でそれに対して震えてるっていうことなんですかねそうですか理解でも40じゃないですね39なんですねそうですねもうすぐ下なるとか38ですねじゃあそうですね日常と偽善の時間全部聞かせていただきましたありがとうございます本当ですかすごい立派な偽善者ですお二人に悩みを聞いていただきたくご連絡させていただきましたはい 私は結婚願望があります。二十代では職場や友人の紹介など。自然な出会いで彼氏ができていたのですが。なるほど。そはいよねそうですね。まあまあ普通にね。はい。三十歳で転職し、もう自然な出会いは望めないと思い。あ、そうなんや。うん。完全な。はい。ね、三十代はマッチングアプリ。結婚相談所。 婚活パーティー合コン縁結びの神様への神頼みなど最後入るんかな婚活と言われる行動はいなるほど行動ね行動は一通りしてきましたなるほどねまあでも効果ある場合もありますねでも今震えてるわけですもんねその結果そうかうんやな縁結びの神様にんう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 んもんうしたんう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 んんう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 うん 今は4年ほど彼氏がいませんうんはいはいはい長いはいですね中盤からうん私の悩みは4年前から男性を好きになれないことですああなるほどねはいはいはい自分の年齢も上がっているのでそうですよそれ好きになれる魅力的な男性とはもうマッチングできなくなっているのかああまあ独身の男ってなってくるとねはいはいはいまあいるでしょうけどね魅力的な男性もねまあ少なくはなってくるでしょうねはたまた自分の恋愛の感性が弱くなっているだけなのか まあ両方ありそそううでですすけどねああそうですね、うんはい、実は4年前から現在までは、うん、マッチングアプリで知り合った方で、えー、と告白してくれたのでお付き合いした方は2人いましたが 1>,、うん、1週間ほどでさよならをしてしまったのでカウントしていません。あなるほどどねねいたけど、ね こんなラフォーの自分を選んでくれたしなと好きになっていない男性と付き合いをスタートしても彼氏面の好きじゃない男性がなんだか気持ち悪く感じてしまい嫌になって別れてしまいます失礼ですよねごめんなさいまあしょうがないしょうがないです気持ち悪く感じるのはもうどうしようもないよねもう自分には結婚は向いていないのではとも思ったことがありますが 年をとってもラブラブな仲のいい両親に育てられた私は、うん、夫婦愛を信じているので結婚はしてみたいです。<laughs> まあ、夫婦愛はあるでしょう、ねはい,はい。えー、子供もできるかわかりませんが欲しいと思っています。はい、過去数年前に卵子凍結もしました。うんうん えと結婚がしたいなら恋愛感情を抜きでもいいからと思っても、うん、やはり相手に対して惚れた気持ちがないと共同生活も難しいような気がしますうんうかなもう完全に婚活をこじらせた女です、うん、38歳のうちに最後の恋をしたいので婚活こじらせ女に「カツをいただけませんか、うん、よろしくお願いいたしますカカツツでですですかね、はいうん 勝つだからこれは共感してほしいとか <laughs> はい、はい、そうだよねってことじゃなくてはい、はい、しっかりこう勝つを入れてほしいってことですね勝つを入れてほしいってことねはいなるほどいやそれはもうでも、うん、あのまさに自己分析できてる通りだと思いますよ、うん、その需要がね、うん 減っていくとか、まあ、人によるでしょうけどでも大きく言うと全員が徐々に減っていく10代20代、うん、30代、うん、40代と,、うん、えと異性からの需要は減っていく、うん、さらに自分の異性を見る目もどんどん,どん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 自分が成長することで恋愛だけで目をつぶれていたところが見えてくる要素も多くなるから。 と素敵やと思う気持ちも減ってくる、まさにそのままやと思うし、実際に独身にいる異性は、それは素敵な人はどん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 結婚していって、問題がある人であったりとか、たまたまというか、もちろんちゃんとした人もいるけど、その割合というのはもちろん独身で、なってくると20代のえっが無力的な人多いやろうし、減っていく、すべてにおいて年齢取ってくると、結婚しにくくなる条件はそろってくるから、それ、本当に。 お餅んさんのおっしゃる通りなので、それが今30後半、うん、40になると、四十代になると、さらにもっと分が悪くなるよってことだと思いますよ、うん、あだから震えてるわけですよね、だからこの現状に。そうそうそう、はいあのー、本当になんだろうな、こいつ嫌じゃないぐらいの人だ、うんうん、と結婚していけばよかったなと思うかもしれないし、<laughs> 40になったら。<laughs> 読んづらいになったらさらに言うとでもほんまにリアルな話でそういうこともあって気持ち悪いって思うっていうのはもうでも別れてしまうのにまあ全然。 あのいい理由普通の理由やと思うんです、はい、気持ち悪いまで行くと、はい、まあ仕方ないから、ね、気,気持ち悪いまで行かん人別にそのあの住む相手って一緒に住む相手に対して惚れた気持ちはなくても大丈夫やと思いますよ、うん、で、えー、と住んでみてから、えーとまあ、いいところっていうのが、まあ、見つかったり、まあ、気持ち悪いところも多少見つかるかもしれんけどその気持ち悪いを上回る、うん、いいところもあるやろうかな、うん、まあだからそうだなまあ何を目的にするかにもよるんでしょうけどね。 まあ独身の男性も増えてきてるし、うん、今期はどんどん年々ね、うん、この国は遅くなっていってる傾向っぽいから、うん、もう諦めずに好きになる人であったりとかを見つける、うん、まあいいなと思う人っていうのもあるでしょうし、うんうん、難しいよね答えないもんなただ可能性はどんどん低くなってい,、ね、いくから。答えないし、うん 状況、めっちゃ分かってるし、うん、なんかいろいろ自覚もしてるから、そうなんですよね、うん、そうですよね <laughs> <laughs> そして計画もしてるんですよね、卵子凍結もしてるということは、ね、そうですね、うんで、でも子供が欲しいっていうことと、えっとまあえっと、結婚がしたいっていうことは、完全に、うんえっと、あるわけでしょうから、そうだね、うん、まあまあそ、それ、気持ち悪くなければいいかなと思いますけどね、うちの両親もね、あのすごい仲良かったんですよね、うん、仲良くて、で、えっとお、これ、 仲い両親やなと思ってたけど1 2三3歳ぐらいの時にお見合い結婚やっていうこと知ってびっくりした覚えがありますねああ実はそうやったんやそうそうだから別に恋愛感情抜きでも結婚してから仲良くなることも全然あるんやなうちの両親は分かりましたよお見合い結婚お見合い結婚やったんかいお前らってそうかもしんないねまあうんということもあるからまあだから結婚 そやなの分かってるやろ今日なおこちけんさんは気持ち悪くないっていう人を選ぶっていうことでいい気はするけどなそうかもしれないねうんそうだねいやほんまそうやなうん確かに気持ち悪くないで結構ラッキーやと思えるぐらいなんかなもしかしたらもしかしたらやけどねあとまあもうちょい年齢上がってきたら ×1 の まあさっき言ったそのだん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 少なくなってくるっていうことはまあえっと結婚する人が増えていって増えていってんでだんだんもうペアがいっぱいできていってでえっとだんだん少なくなってくるってことでもあるけどそのペアの別れをが来る時期も。 あるやろうからそのバツイチの人とかもあるんかなって感じはしますけどね魅力的な人の中にはそうだね今後とかね今後とかで言うとっていうこともありますけどまあまあ今でもいるやろうですね50代でバツイチとかねそうですねそれこそ60代でとかねそうですねそういるやろうしそっち側に広げてみるも一つあるような気はするけどなそうだね恋愛感情は抜きにして同世代で38歳9歳 40前半ぐらいまでで結婚してないか若い時に別れてたりして今結婚したいと思っててでまあある程度の条件が良くて中身も良くてってなってきた時に全男性のその世代のねそれが何パーセントなのかがめちゃめちゃ狭い気はするなそうやなだね 独身が多い業界とかに行くと割とうんそうかもまだいるのかもしれないけどそうやね一般的にというかね会社とかなんだろうな独身の多い業界ってあるよなあるよねそうですねまあでもそれも限られてるやろうから難しいっちゃ難しいよなこれ本当にそうやな独身が多い業界にいた時にえっと 結構割と、うん、せうやなその当時で、うん、別に年いってないから40半ばぐらい、うん、まあ独身としては年いってるっていうような、うんだまあ、あの離婚歴がないっていう人がいて。うん でその人が言ってたけどこの年で離婚歴がないのが逆に怪しまれて俺は離婚歴が欲しいって言ってたなずっと男の人でそうだねまあそのそうだよなあのまず怪しまれて恋愛に発展せえへんって言ってた離婚歴がないのが忙しくて結婚せえへんかっただけやのにまあでもそれもねちょっと言い訳かもしれんけどなお前が怪しいからや っていうでも怪しい風貌してたじゃあ離婚の時じゃないそいつそいつが怪しいからよ40半ばの割に何かこう若く見える感じもあるしんかちょっとまあかっこいい感じもあるったからだから余計にちょっと怪しく感じああなるほどなそうかもしれないまあまあでも意外とそういう人もいるというか独身の多い 業界にに行くとももも確かいいるわそうう人で一個ずつ言うとさ多分このもう好きになれないというかっていうのは実際なかなか確かになれないと思うよ年齢上がってきた時にああ俺もそれそうでしょとさすがにだってもう異性というものをさんだろう見えなかった部分だいぶ見えちゃうからそのんとなくの でで素敵に思うことってはい、はい、あんまなないいじゃないですかだから、うん、その人の実際のポテンシャル以上に素敵に見えることっていうのは減ってくるじゃんどうしたってそうなるとやっぱ好きになりづらいし、うんうん、だからまあ好きになっていない男性とお付き合いするってことはまあ前提としたとしても。うん 素敵だなと思えたりとか,、うん、なんかこの人といたら居心地いいなみたいな、うん、ところはまあ言うても欲しい気はするね,そ,うやねそっちベースでもうちょっと人間見てみる感じやろうねときめくかどうかはもうほんまにもういらんといらんというか一回話してもいいと思う完全捨てていい,い,いと思うけど,どうなそこに関して、うん、まあもしそれがついてきたら、うん そ完全に捨てといてたまたまそういうふうな思いになる人がいたらそれはもうもちろんその人いったらいいんやろうけどなかなかないんじゃないかな年齢重ねていくと逆にそれがありすぎてもねそれが逆に年齢いってもみんな人間に備わってるとさ結婚してもばんばんその思いになっちゃうってことになるやんそれも困るやろうしなかなかみんななくなる気はするけどな。 やな結局長くうまいこといくっていうのはまあ全然それではないやろうかな恋愛感情ではないっていうところではあるやろうから、うん、でああそうやなで好きになっていないまあ彼氏面っていうのが多分やけど、うん、なんかさ40歳ぐらいで、うん、まあまあ同い年ぐらいの人を選んでたとして、うん、このぐらいの年齢のお付き合いっていうところからスタートして、うん、彼氏面するって っていうのが彼氏面っていう感じ、ねうん、彼氏って感覚じゃないような気もするんやけどなで,、えー、とでも彼氏面って感じるようなことを、うん、えとされてしまうっていうところが付き合った男性が悪かったのかなって感じもするけどなめちゃくちゃ悪いと思うすごくそのちょっと幼い感じになってしまってるというかだからその2人で2人の中で 自然にできる関係性ではなくて自分がもともと彼女に対してはこうするって決めていたりとか理想の関係とかを持っててそれをやってしまうからちょっと彼氏面に見えたりとか違和感が生じるから多分その生じた違和感の話よねこれはだからそれでも生じるやろうしそういうやつとは理想であったりとかこうしたかった。 っていううよなところを押し付けっていうところも多分違和感生じるやろうから多分それなんやろうなだからすごく未熟な人を選んだんじゃないかなっていう気はすんねんけどないるよねやっぱりいるよねだから選んだというかだからカウントしてない人いるよねだからそれに合わんそればっかりじゃないやろうからそうだね全部付き合ってみるっていうのもいいかもしれんけどうん かもし本来のさ本来のっていうか生物学的に見た時の人間がさどういうものなの種類の中がさあんまりわからないじゃんそのえっと言うたらさ文化というものがある上でさみんな生きてるからさそれは昔からそうやんか一夫多妻制やって一夫多妻制っていう文化やんかそれにのっとってめっちゃお殿様がめっちゃいろんな奥さんとかをいっぱい 取ってみたいなことでそれはそれ文化じゃん子孫を残すみたいな,そのそのなんだ一族のとかそ,のでそういうの一切抜きにしたときに人間はどういうふうな生物なのか図鑑に乗るときにわからないんだよ実は <laughs>。ねその行動だけで行動というか備わってる男と女のんだろうなものだけで見るというきにはえと女性はえと身ごもった後一1年間とかまあとか,かっていうのがあるから。 で男はいろんな女の人にこう向けがちみたいな、うん、そ属性を見たときには、うん、あじゃあ、えー、となんか本来は力の強い男がいろんなメス力の強いオスがいろんなメスを自分のものにするっていう、はい。はいはい 生物なのかなとちょっと思うときもあるしあ、ね、ちょっとわかんないですね、うん、そこが動物化したらなでも動物化してもしそうなんだで、うん、あれば、うん、本来動物化してそうなんであれば、うん、オスはめちゃめちゃ優秀なやつが少なくていいっていう生物になっちゃうじゃん、うんうん 子孫を残せる人が限られてるっていう生物になるやん。ってことは子孫を残せないようなやつもたくさん出てくる生物じゃん本来は。そうなるそれが本来でなればじゃあやっぱり女の人は素敵な人たくさんいるけど男の人は素敵な人少ないなって異性に対してねなんとなく思うんよモテる男ってめっちゃ少ないなと思ってモテる女はめっちゃおるけどとか普通に需要がある女の人はめっちゃおるけど。 男の人ってなんでこんなに、うん、たくさんの人が持てへん人生を歩まなあかんねやろっていう。<ー>一回も輝かないことも多いやんか。はい、<laughs> <laughs> いや、だってさ、ある,あると思うよ若いっていうだけでチヤホもされへんねん、はいはい、男は別に。だから女性の場合はそれがあったりはするもんな若い かに時に結構ちやほやされたりとか男の人からそういう目で見られたりとかそれは不本意なこともあるやろうけどマイナスもあるやろうなとあるけど別にいいって意味じゃなくて見られるって現象があるやんか男ないやんそれ別に10代の時に年上の女の人から「いいね若いってね」みたいなこと見られることもないしだから一回も何も注目浴びずにおじさんになることも多いんやるやんそうやねそういう人が残ってた時にやっぱりこういうなんかあんまり 大したことないというか、はい、あんまりいい感じの人がいない率もやっぱ高い気がする高いやろだから女の人の婚活は大変なんかなと思ううん、うん、なるほどなるほどそうん、だね外れが多い男って何かそうやね結婚してもさ旦那の悪口が多い奥さんもなんか多いやんか多いというかなんか聞くから、うんうん、あんまり妻の悪口言ってる男おらんしさそうやね、うん、確かにねだから なんかそういうやっぱ男って一部以外はあかんのかなってもう,思ってしまうよね生物のそう <laughs>、うん、まあまあまあそうやろうね、うん、まあでも恋愛においてはでも魅力を感じるとかいうところで言うと、うん、でもそれはあるんやろうけどそうじゃないところで言うとあこれめちゃくちゃいいがなこいつっていうやつは中にはいるんやろうけどな、うん、恋愛で全く魅力感じしんけど、うん、こいつええがな暮らしてみるとっていうやつはめちゃ いたりするめっちゃじゃないやろうけどまあいたりはするやろうなとは思うからそこ見極め力みたいなことになってくるんやろうなこの40代四十歳ぐらいの婚活っていうところはそうやんな絶対それやと思うね自分がさそれに対象になるかどうかはね自分に対して40歳じゃないけどまだ38やけど383940の時にさ自分に激好きになってくれる人が異性としてねはい いるかって考えた時に自分が一番やと今は初めてあ出会った瞬間的に20代の女に目もくれないお前やって思う人が男でいるかっつったらそうではなくて割と男も現実的に結婚ってことを考えて選んでる気もするから。じゃあやっぱそこに そそこでもう勝負するしかないっていう気もしてくる、ね。お互いな。うん、だから彼氏ずらされる時点でダメやとは思う気はするかな。だからまあだからそれは<ー>えと、まあ、っとまあ恋愛の要素が入ってる感じがするから、うん、まあマッチングアプリで知り合ったっていうところがあるから、うん、まあそういう風になってしまうところはあるんやろうけど。もしかしたら年下やったんかもしれないしな。あ、あかもしれないね。うん、ねアラフォーの自分を選んでくれたっていうのも。 あるなるほどね、はい、はいはいはい、それはあるかもしれないですね、うん。アラフィフがアラフォーの私を選んでもくれたってあんま思わへんね。あんま思えへん、うん、そうやね、全然だから、えーと、見た目的に魅力を感じなくてもアラフィフの方が良かったりするかもしれんけどな、ちけんさんには。うん、いや、なんかこう、まだ見てなかったネットフリックスの愛の里を見てほしいですよ。見、はいはいはい、見ててほしいね、うんうん、えなんで見て 面白いからで、それ見てほしい自分は俺は今何ためになるみたいな言い方したけど、俺そっちではないよ。いいや,やっぱりその誰を選ぶかっていうのさ、まあ恋愛だ恋愛関係なく来てるって人もやっぱいたじゃないですか。あ、そうですね。それはそうですね。うん、パートナーを探しに来てます。恋愛ではなく目的でめちゃくちゃり捨てる。だからまあそのいろんな男女のこうなんだろうなえっと選び方があるっていうことも含めて、なんかそれを実際に生で見れ生じゃないけどこうやって。 映像で見れるっていうのが結構何かんだろうな理屈では分かってても実際見れるのはすごくこう確かにね的にちょっと違うのかなと思って愛の里はそうやな今まで見てきた恋愛リアリティの選択の方法ではなかったもんなそうだね愛手選び方ねっていう気はするな最後の最後の決断の男んか文化にさ惑わされがちやと思うんですよ人間ってはい だからその恋愛というものがいいんだと、ああ恋愛してから結婚するのがいいんだっていう文化が今流行ってるだけであって、ああそれが本当にめちゃくちゃいいかどうかなんて、分からないから。うんうん、そよく言うような、その流行りは、えっとうん、100年単位とかの話やから、だから本当にそう思うから、ああうん、だからこれがね、あの本当にその文化とか始まる前の時代やった時とかに、ね、はい、はい、そうなのかも分かんないし、うんうん、長くこう一緒に共にするために選ぶ人は、うんうん あの恋愛とか関係ない方がいや絶対いいやんっていうことかもしれないからちょっと分かんないけど理想のそのなんだろうな文化の形にとらわれずにあの自分はどういう人と一緒に今後いるのが幸せなのかなとか居心地いいのかなとか自分のにとってねを一回見つめ直して。 将来的にもっとそのなんやろうな性格診断みたいなこととか、うん、その脳の仕組みみたいなその人の、うん、みたいなところまで、えー、とを、えー、と登録した上での,、うん、そのマッチングアプリみたいな絶対これはもう長く相性いいみたいな、うん、長いこと続くみたいな自動的にこうペアにしてくれるみたいなことになってきたりするかもしらんな。 いやまあも,もっと先もっと先全然分かれへんみたいなでもまずはその,その人自体をはん、うん、把握するのは自己分析が難しいよな、うん、ああそうやね、うん、自己分析は難しいなそうやなだからあ,のあれやな他者に分析してもらってって感じになるから、ね、だから AI が自分を判断するのもうどういう項目で判断されるのかが難しいかもしれないな、うん、精神 まあいろんな質問とかいろんなだからそれがめちゃくちゃねすごくなんだろうなクリアにというか分かるようになってくるとそういうこともあるかもしれんけどでも今それ言ってでもなそうやなうんそんな話しててもねまあねうんでもまあ恋愛じゃないんやろうなとはめちゃくちゃ思うなほんまに。 この感じのそうねうん実際そうやなそうやねまあ卵子凍結もしてって、うん、まあ相手のね男性も若い方がいいんやろうけど、うん、でもまあまあそうやな、うん、たくさんの人と会ってうん、うん、で過去の恋愛を忘れていったん過去の恋愛と比べたときに、うん その経験を生かすのは、うん、あんま得策じゃないかもしれないから、うん、恋愛というか、まあ、人生のパートナー、うん、だ最後の恋というよりは、うん、最後のパートナーかなお、うん、探しにそう,、ねうん、そうやね、うん、だからまあ恋愛というよりはミッションと考えた方がいいかもしれんなこれは自分の人生におけるミッションやということで、うん、そのミッションをクリアしていくっていうことの方の考え方でいった方が、まあ、感情抜きにして選んでいくっていうようなところがいいかもしれんな そうだね、うん、居心地がいいとか話し,しやすいとかっていうのも一つ,、うん1つね、だったりするだろうからそういう人を選ぶということもあるかもしれないですね。どうだろうでも同じ状況で、うん、あ同じ状況やけど今ちょっとあのほんまに震える独身女状態ではあったけど、うん、今震えが止まったという人はね。うん その震えの止め方のコメントをいただきたいですね限定しとんなでも震えてる人もいいよそうだね俺がお前の震え止めてやるという男の人もねこれが出会いの一つになるかもしれないかっこいいなそうやな俺がお前の震え止めてやるとこの文章だけでそれ言うやつよっぽど困ってるやつよ いこの,このおもちんさんのこの文章だけでおもちんさんの人となりも知らんのにそれ言い出すやつはよっぽど困いやいやまあでも文章に人現れるし <laughs> そうですかね。うん 趣味というか感覚はい、はい、フィーリングが近いみたいなこともさそれがあればね、まあ、せめてね、うん、あのここの文面というかこういうところでちょっと引かれた俺がお前の震えを止めてるやたらいいよ <laughs> 趣味はまあはい、はい、でも同じチャンネル見てるだけで趣味は合いやすいんちゃうんですか趣味,、ね、趣味というかなんか,はい、はい、かあのなう性格が合いやすいとか、ね、あるかもしれないから確かにないやまあね そんなのあったらいいけどね。そ,んんそうですね。まあこのチャンネルきっかけでみたいなことがあったらめっちゃいいけどな。うん、<laughs> まあまあいいというか、そうですね、はい、そんなことの中にはね、うん。役立てばいいですから。 とというこで皆さんもコメントいただければと思います。という、今期前の時間ではお便りを募集しております。大したことは言えないですけどね、今出てるメールアドレスの方にメールをいただければ読ませていただきます。大体の年齢と性別とお名前と会計、必ずこの3点セットでお願いします。 はい頑張ってくださいおもちんさん引き続きそうですねはい頑張ってるんやろうけどな頑張ってるよねまあ計画的で一回こう自分のね気持ちを整理して考えを整理してでまあえっと取り組んでほしいなと思いますはいまた震えが止まったら教えてください30代ですからね言ってねそうっすね そうやねでもなんかこういう年齢を、うん、まあきっかけにみたいな、うん、その間にみたいな制限は自分の中で、うんあのー、めっちゃ行動に直結するからいいよな、うんうん、そうですねそうだねなんかだから40中盤40後半ぐらいの男からしたらチャンス、うん、チャンス女でもあるのよねそうやな30代後半やから、うん、俺でもその結婚早くしたいっていう女性は、うんうん、はい、はい だと勝手に思った時に30代のうちにみたいなじゃあ本当は俺はお持ち犬が41歳で出会ってたら相手にしてもらわなかったかもしれないけど今のこの39歳急いでるからたまたま会ったことでちょっとだけありにしてもらえるかもしれないもう裏読みの激しいやつやなだいぶ裏読みの激しい男やな40代半ばのはいはい そういうことも。そういうこともありますね。40十そうですね。四十代半ばの人は、いい人がいたらいいよな。それは全然な。いや、もちろんいいでうん。なんか良さそうな感じもするな。はい。そうですね。年上と、もう、年齢年齢はね、別に、合うか合わないかって、そこじゃなかったりもするからね。全然な。 そうやうね。いや、愛の里見てください。見たよ。っていう。かもしれんけども。そうやね。はい、かもしれないですけど、ね。もはい。ということで、またまた。はい。お、お便り待っております。はい、はい、お願いします。はい、ごちそうでした。ごちそうさまでした。